誰だてめえ。センターさんはどこへ行った？病院だろ。あ？あばら骨が 2,3 本折れたかもしれねえ。やりすぎたな。てめえがやったってのか。なわけねえだろ。センターさんが負けるわけねえ。そんな強いやつうちに残ってるわけねえだろ。おいてめえ、ママ言ってんじゃねえぞ。階段登ってくんのは100万年早いんだよ。何者なんだあんた。本当にマジ女の生徒か。見たことねえぞ。なぜ今まで表に出てこなかった。時期を待ってたのか。気が変わっただけだ。今日から私がラッパッパの部長だ。